こんにちは、はすみです。本日は以前紹介いたしましたデンサイドミラー SH-TK501-S01 の新型 SH-TK501-S02 の紹介をしていきたいと思います。こちらの商品、前回モデルと比較いたしまして、外観に変化はないのですが、中身がパワーアップしておりますので、デンサイドミラーをご検討の方はぜひ参考にしてください。今回の動画の流れといたしましては、SH-TK501-S02 と S01 の仕様の比較、走行時の実際の映像の違い、 SH-TK501-S02 の評価となります。ちなみに電子サイドミラーって何という方は、以前紹介した SH-TK501-S01 の動画をご覧ください。それでは SH-TK501-S02 は S01 からどのように変わったのかお伝えいたします。まずはこちらが仕様一覧となっておりまして、変更点は赤くしております。先ほどもお伝えしたように、外観は変化がなく、どちらも5インチモニターとなっておりますが、使用しているパネルが LCD パネルから ISP-LCD パネルに変更されているのと、輝度、画面の明るさが変わっております。見ていただくのは早いのですが、 LCD パネルですと光沢がなく反射しにくいというメリットがあるのですが、映像が滲んだように見えるので、 IPS-LCD パネルの方が映像が綺麗に見えます。ただ光沢があるので、反射がちょっと気になるという方もいらっしゃるかもしれないです。輝度に関しては明るい方が日中見やすくなるので、明るいことに越したことはないです。続いてカメラの仕様となります。カメラのセンサーは CMOS センサー。購入ページの新型の説明には AHD という言葉があるのですが、こちらは映像の仕様を表す言葉ですので、センサーに関してはどちらも CMOS センサーとなります。カメラの解像度は 728×488 から 1280×720 に上がっております。こちらは数値が大きくなればなるほど繊細な映像となりますので、前回モデルより映像が綺麗になっております。ちなみにモニターの解像度が 800×480 ではありますが、前回モデルはその解像度を下回る数値でしたので、引き伸ばしたような映像になっておりました。続いての数値は、良いと受け取る方と悪いと受け取る方が分かれる内容なんですけど、前回モデルの画角、映し出せる映像の広さが水平100度、垂直80度、これはドライブレコーダー並みの映像の広さとなっており、側面の確認がしやすいです。ただ新型では水平80度、垂直50度、これは距離感がつかみやすい映像の広さとなっております。2車線で隣の車線に移ろうとした時に、後方の車との距離をつかみやすいです。ただ映ってる範囲が狭くなるので、隣に車がいないことをしっかり確認していただいてから、車線変更などをしていただけると良いと思います。それでは走行時の映像を確認していきたいと思います。カメラの取り付け位置はほぼ同じ、高さに違いはありますが誤差の範囲だと思います。まずは日中の映像比較すると、 S02 の方が明らかに映像が綺麗になっております。カメラ性能が向上しているのと、 IPS-LCD になっているのが大きな要因ですね。色も映っている車もはっきり確認できます。次に隣の車線を走行している車に注目していただきたいのですが、カメラの映し出せる範囲が変わった関係で、 S01 は車が小さく、 S02 は車が大きく映し出されております。S01 は広く映るメリットもありますが、個人的な感想としては S02 の距離感がつかみやすい感じが好みでした。
次の映像はボディが白い車が続くのですが、 S01 は白飛びしていて認識がしにくくなっております。それに対して S02 はしっかり見えております。続いて夜間の映像になるのですが、日中の映像は圧倒的に S02 の方が有利だったのに対して、明かりが少ない場所ではそれほど違いがありません。でも周囲に明かりが増えてくると、車や映像としても綺麗になってきます。最後に横に運転代行の車が止まっているのですが、側面の文字が読めるくらいに S02 は映像がくっきりしております。SH-TK501-S02 の評価なのですが、前回モデルよりも映像が見やすくなっており使いやすい。 Amazon レビューなどで映像に関しての指摘が上がっていたのですが、そこが改善されているので、評価できる商品かなと思います。単独で以前の商品を確認する分には、ちょっと画質が悪いかなとは正直思ってましたが、それほど気になっておりませんでした。でも、新型ですね、もう大幅に画質の方が改善されておりますので、電子サイドミラー、ちょっと気になっていたっていう方、今回の商品おすすめの商品となっておりますので、概要欄の方ぜひチェックしてみてください。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファーズに関する商品紹介及び作業手順を紹介しております。最近では様々な商品紹介も行っておりますので、こちらのチャンネル気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。